1, 2, 3, the pose! It's Mana! I'm in Bojo now! It's evening, we cannot see everything. It's a little bit dangerous spot, I think. Look at this, I just fell down. It's so painful. My friends have my camera. Thank you so much. Today, I'm gonna go to Bojo! Let's go! Ah, thank you! It's very first time experience. It's fun! It's so dangerous! Scary! We just arrived at Bajau. Yeah, but you know, I fell down. I'm so sorry. They helped me a lot. And oh my god, I'm so excited to inside. Let's go. Is it shark? I think shark. Wow, there are so many fishes too. King, king. Japanese fish. Wow. Bye bye. Ma, I just met Japanese people from Wakayama. Wakayama, I have never been to Wakayama. Tensai Kidori. Nice to meet you. Nice to meet you. Yay. My name is Mike Nagasawa. I like Dragon Ball. Me home pa. On the way you came here. So painful. Yeah, next time I should more muscle. How was the bajao? Really good. Amazing. Going there is really difficult. This house is so nice, but the way is so like. But it's so beautiful. Yeah. Is it sea? So we can feel sea. Atmosphere is so good and a slow life. Yes. So good. Please come to Bajau. I think it's better to come here morning or. Oh yeah. We should come here next time. Yeah, next time. It's good. How was that? Very hot. So good. じゃんけんぽい。そうやん。そう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 。そ
今楽しく生きてるってことはあんま苦しんだことがないっていうかもしんない。全部俺が何でもありだと思ってるから、自分の価値観ではないことがこっちで当たり前だったとしても、俺的にはまあそういうのもありだなって感じで全部受け入れちゃうから、だから別に何にでも合わせることもできるし、楽観的になってれば別に文化の違いだったりとかで苦しむってことはないような気がする。ここに修行したい。みんな結構変わったりしますか、帰るとき。ここで人生変わったっていう人は多いかもしれない。確かに私一瞬なのにちょっと結構感じてます。結構なんか初海外とかでバジャー来る人とかも多くて、そういう人たちはもうめちゃくちゃ変わってくね。全てが多分日本と違うし、ただ他のセブ島来て普通の綺麗なところだけで過ごしていくよりも、もうこういう他にないような地域で過ごすことで多分得れるものはだいぶ違ってくるから、ね、価値観変わったって人はすごい多いと思う。ヒロムさんも価値観変わりました？変わったのかもしれない。日に日に変わってると思うよ。この生活って何年目なんですか？4年ぐらい。フィリピン自体は5年ぐらいだけど、ここは多分4年ぐらい。なんで最初フィリピンにしようと思ったの？なんかたまたまフィリピンで NPO やってる人と出会いがあって、それでその時俺別になんかやりたいこともないし、とりあえずフラフラしたいなと思ってたから、じゃあフィリピン面白そうだなと思って行かせてくださいって言ったら、その人がいいよって言ったから、それでフィリピンに。で今こうなったんですよね。だから先の予定とかもなるべく立てないようにして、なんか面白そうなことあったらそっちにいつでも動けるように、基本的にノープランでいつも生きてるから。星くんって今ハーフじゃないですか。こうしたいみたいなのはありますか？例えば教育はこうしたいなとか。まあ自由にさせたいっていうのはある。もう自由そうなんか、うん、このまま生きてったら多分自由なやつになると思う。好きなようにやればいいかなと思って。私思ったのが、来てめちゃくちゃ人いるじゃないですか。で私も今日初めてなのにもかかわらず急に来てめちゃくつろいで、ちょっとやだなみたいなとか思わないんですか？俺は別に思わないかな。逆になんかめっちゃ気使う人とかもたまにいて、逆にそういう方がめんどくさい。ここは気使う場所じゃないよっていつも言ってるし、俺も基本的に気使わないから、みんなフラッと来てフラッとくつろいでいけばいいなっていうか、まあ、それがここの正しい過ごし方だと思うし。バジャーの人から一番学んだことで何ですか？まあ、今を楽しめってことかな。他のフィリピン人とバジャー族はまあ言葉も文化も宗教も違うし、いろいろ違いはあると思うけど、まあ中には普通に他のフィリピン人と同じようにショッピングモールとかで働いてる人もいるし、学校の先生やってる人もいるし、いやみんな結構生きる力が強いというか、まあどこでも生きていけそうだなっていうのは見てて思うかな、バジャー族は。あと結構バジャー族って普通のフィリピン人から結構差別されてて、バジャー族イコール貧しくでブラックやってなんか物盗んだり汚くてヤバいみたいな、そういうイメージあるんだけど、まあ、そういうイメージ持ってるフィリピン人って直接バジャー族とコミュニケーション取ったことない人とかがほとんどで、結局そういう差別ってイメージでしかないんだけど、差別されてるからこそ弱い者に対して優しいというか、弱い者の立場も理解できるとか、まあ、だからみんなすごいウェルカムでフレンドリーで優しい人が多いのかなとは思うかな。 YouTube はなんで始めようと思ったんですか？俺フィリピンの番組に出たんだけど、なんか俺ブログ書いてるって言ったんだよ。フィリピンでのブログイコールなんか YouTuber らしくて、俺全然知らなくて、ブログは普通の文字書く方のブログだと思って、そしたらなんかブロガーって紹介されてて、俺の YouTube アカウント探してるフィリピン人がめちゃくちゃ多くて、それでちょっとなんか出したらめちゃくちゃ動画が伸びて、だからなんか面白くて友達とかと一緒に上げ始めたのがきっかけかな。それも楽しいですか？まあ動画上げてフィリピン人から反応もらえる、編集はだるいけどフィリピン人とか、ね、そのバジャー族の生活だったり、まあ、こっちの暮らしっていうのも理解してほしいっていうのもあるかな。フィリピン人もそのバジャーについて全然知らないから、もっと影響力のあるアカウントになったら、そのバジャー族の生の声だったりバジャー族のリアルっていうのを YouTube を通して多くのフィリピンの人とかに届けることができるから、それでバジャー族に対する差別とかなくなればいいし、もっと理解が深まればいいなっていうのもある。ヒロさんのチャンネルリンク貼るんで登録してください。みんな見てね。大した動画上げてないけど、みんな見てね。ありがとうございました。 Today バイ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 したバイバイ next this color That's all. I just want to say thank you so much to Bajau people and my friends, because I got so many experiences and my life and the Bajau life are totally different. I'm always busy, but you know, when I am busy,
busy, sometimes happy, but sometimes like a little bit tired. But even the Baja life is so slow life. When I went to Baja World, I realized my stress and my conscious are go away. It was so great experience. Next time I go to Cebu, I want to go to Baja again. Thank you so much. Do you want to go to Baja World? Please let me know. Please stay safe. And stay healthy, okay? If you like this video, please subscribe our channel and follow me on Instagram, Nanahara. See you on the next video. Bye bye!